皆さん、こんにちは。今日は雑談というか意見表明ですね。ちょっとこのバリューについてお話ししてみたいと思うんですけど、あの2017年にバリュー騒動っていうのがあったんですよ。で、このバリューっていうのは、まあ、新しいインターネットのサービスで、あの、個人がですね、個人がなんか株のようなものを発行できるっていうそういうサービスなんらしいんですよね。で あの普通株っていうのは会社が発行するんですけども、個人が株のようなものを発行して、で、その株を誰かに買ってもらうんですよ。こういうふうにうごうの州がいて、こういういろんな人に買ってもらうんですね。で、で、買った人も、あの、誰かに転売することもできると。で、あの、例えば私がこのバリューで株を発行したとすると、 まあ誰かが買ってくれて、その買った人がまた別の人に売りだ、売ったりとか、そういうこともできるらしいんですね。で、この自分の株を買ってくれた人に対して、例えば私が、じゃあ、キビト株持ってる人に対して、あの、例えば自分の未公開動画を公開しちゃうよとか、そういう、まあ株主優待のようなものをつけたりすることもできる。いやつけなくてもいいし、 何をしてもいい。別に、普通の株と同じように、配当金なんか出さなくてもいいし、出してもいいし、出さなくてもいいし、もう自分の好き勝手にね、どうにでもできるっていう、まあそういうサービスなんです。つまりもう、この人がね、何が、なんだかよくわかんないけど、この人を、この人を支援したいっていう人に、その、まあ、お金を出資して、その人の株を持つっていう、まあそういう、まあサービスらしいんですけど、でですね、あの、とある YouTuber、 ユーチューバーの人がこのバリューで株を発行して、まあすごく人気のあるあのユーチューバーらしい私はあのよく知らないんですけど、このすごいねあの大物ユーチューバーの人がこの自分のバリュー株を発行して発行したらしいんですよ。で、ただ自分でもその株をね少しだけ持ってて、あのまあ株をね自分でも自分の株を自分でも持ってたらしいんですよ。それをいつ売るかっていうのはこの人の自由ですからね。 この人が、この自分の株をいつ売り出すのかも自由だし、これを株主に対して株主優待を上げるのも上げないのも自由だし、何をやってもいいわけですよ。で、なんかツイッターで明日動きますっていう書き込みをしたら、なんかこの、まあ結構有名な YouTuber だったんで、あ、もしかしたらなんか、なんか面白い優待、株主優待をつけてくれるんじゃないかって勝手に思い、思ったこのいろんなこの、 無効の州が、よっしゃこの人の株を買え、買えって言って、あの、どんどんね、この人の株を買ってください、くださいって感じで、どんどんその、買い注文を出したらしいんですよね。で、あの、ま、普通の株と同じように、やっぱりね、需要と供給の関係で、このバリューの値段っていうのが決まるみたいですから、やっぱりその人気が出ると、どん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 株価が、株価っていうか、どんどん市場価格が上がっていくわけですよ、こうやってね。こういうふうに、これグラフですよ、これ。 ちょっと書きもう一回書くか。グラフね。横軸が時間ね。これ時間ね。横軸時間で、縦軸はえ値段ですね。値段、ちょっと書きづらいけど、値段。あの、この人の、このユーチューバーの株、くださいくださいください。欲しい人はたくさんいるけど、売りたいっていう人が少ないもんだから、どん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 こうやって値段が上がってたらしいんですよ。で 値段が上がってるから、あこの人の株人気あるんだよし、買えって言って買った、買う、買う人もいたらしいですね。だからそういう人は、後で,でもっと、もっと上がったら、売れば儲かるって思ったらしいんですけど、ところがある時その、本人ね、この YouTuber の人が、いや別に株主優待なんかやらないと。うん。いや別に株主優待なんかやりませんよって言いながら、自分の持ってるね、自分の持ち、自分の株っていうのを、全部し、このバリューのね、 取引所で全部売りに出したらしいんですよ。そしたらいきなり、もうこの人がもう大量に売り出したもんだから、まあその需給バランスがね、供給過剰であの崩れて、ドーンと暴力したと。<laughs> うん。それで、あ、この人ね、この人は人気のある YouTuber だし、あのなんか株主優待くれそうだぞと期待して、で、人気が上がってるから、株価が上がってるからって理由で、まあ買い、あの、買いましたと。 よし、もっと上がるぞ、上がるぞ、よし、もっと上がるぞ、と思ってたら、この人がね、まあ全部自分の株を売って、いや、株主優待なんかそんなやらねえよって、知らんよ、そんなことっていうもんだから、株価がバーンと大暴落して、まあ、大損したって言って、まあ、これがもう騒動の概要じゃないかと思ってるんですけど、もうその、まあ、この一連の騒動に対して、なんか YouTube でもさ、なんか弁護士の先生が来て、これは詐欺に当たる可能性がありますね、とかね、 ただ、インサイダー取引には値しないでしょうねとか、なんかいろんなこと話してましたけど、いや、私は法律家ではなりませんので、弁護士でも裁判官でもありませんので、法律的なことっていうのはちょっと詳しいことはわかりませんけど、あの、ま、このね、YouTuber の人は何にも悪くないと思いますね。はっきり言って。だって、そもそもこのバリュー、ああ、ちょっともう一回書きますけど、 このさ、バリューっていう、まあこういうインターネットのサービスっていうのは、あのー、その株を発行する人が別に何をやってもいいわけじゃないですか。いつ自分の株を売り出してもいいし、買ってもらって、買ってくれた人に対して優待つけてもいいし、優待出さなくてもいいし、何をしてもいいんですよ。何をしてもいい。何をしてもいい。だから何を、だからこの人の株を買うっていうんであれば、 何をされてもいいっていうつもりで買わなきゃいけないはずでしょこの人が優待くれるかくれないかはこの人次第だから、で私はバリューなんかやる気は全くないですけども、例えばね、例えば私がバリューに参加して自分の株を売り出したとするじゃないですか。アルキビト株、そんなもんないけども、アルキビト株っていうのがあってね、<laughs> アルキビト株っていうのがあって、 えー、私が歩き人株を売り出しますと。じゃあ視聴者の皆さん買ってくださいと。ぜひ買ってくださいねって言ったら、視聴者の方はもし私の株を買ってくれるんであれば、私が何をしてもね、いいと。歩き人が別に優待くれようとくれなかろうと、別にこの人、あの歩き人がたくさん株をね、売り出しまくろうと、あの、株主の人たちを大切にしようと、まずにしようと、まあ、この人にやることだったら、 いいようん。あのー、まあ、この人らは信頼するよっていうつもりで、まあ、この株を買うと。株じゃないけれども、っていう,ふうつもりでバリューっていうのはやらなきゃいけないはずでしょだから、あのー、何をしてもいいと。だって、なんかさ、インサイダー取引なんじゃないか。今回の YouTuber、大物 YouTuber が、優待を、優待をつけるよ、勇退をあげるかもしれないよってことを匂わせながら結局、 株主優待なんか発表せずに自分の株を全部売り出してきたのは、これインサイダー取引なんじゃないのつまり、あの、なんかね、そのね、そのユーチューバーの、なんか取り巻きの連中がいるらしいんですよ。つまり、この、まあ当人のね、この当人の株のね、当人がいて、その他にもなんかね、支援者、支援者っていうかなんかその関係者の人が何人かいるらしいんですよね。うん。 で、この人たちは、もうこの人、なんていうのかな、本人と一心同体だから、情報を持ってるわけですよ。で、この人たちは、本人が、この YouTuber の本人が、別に株主優待なんか、あげる気はないってことをよく知ってたらしいんですね。知ってたっていう、そういう情報を持ってる状況で、あの、株を全部バーンと放出して、なんか1億円ぐらい稼いだらしいんですけど、でも一般のこういうバリューの人はね、バリューの参加者、こういう人、一般の人は、うごうの州っていうか、一般大衆は、 こういう内部情報を持ってないじゃないですか。この YouTuber の人が株主優待をつける気がないのか、つける気があるのかないのかっていう情報は、ないんですよね、そういう情報は。うん。だけど、この、この辺の取り巻きの連中は、情報を持ってますよね。情報を持ってて、あ、今人気が上がってる、人気がどんどんどん,どん上がってると、バリューの価格が上がってるっていうのを見越して、あ、じゃあ今売っちゃえって言って売り出して、で、大暴落して、 この一般大衆に損を押し付けるのは、株でいうとこのインサイダー取引になるんじゃないのなんて言う人がいるんですけど、うん、あのね、このバリューっていうのは株じゃないんですよ。だってさ、そもそもバリューっていうのはさ、インターネットの一サービスでやってるだけであって、その、株とは全然違うものですよね。だってさ、実際の株っていうのは、 例えば会社がありますね、こうやって。会社がある、これ建物だと思って、これ会社があるでしょ会社が何か事業をやりたいと。例えばこう、何でもいいんだけど、まあ例えばね、リンゴの、素晴らしいリンゴの木をこうやって植えて、まあこうリンゴ、リンゴですよ、これ。リンゴをね、リンゴの木を植え、リンゴの木を育てるにもお金かかるじゃないですか。で、リンゴの木を育てて、このリンゴを販売して利益を出したいと。 だけど、そのためにはリンゴの木を植えるための元手がいると。土地もいると。お金かかりますよね。でも、自分はそういうお金持ってない。会社にはまだお金がないんですよ。だったら、株を発行して、いや、これから私たちは、リンゴの木、リンゴをね、リンゴを栽培する会社の上場企業っていうのがあるのか分かりませんけど、リンゴ畑を作って、リンゴを全国に出荷して利益を出すっていう、そういう商売やりたい。 だけど、残念ながら私たちお金持ってない。だから、株を発行しますから、ぜひ、私どもの、ね、事,業事業に出資してください。このリンゴ、リンゴ畑がちゃんと成功して、あの、利益が出れば、その利益の一部を皆さんにお返ししますから、っていう風な約束で出資してもらうっていうのが株でしょだから、その、株っていうのは、バリューと違ってね、 例えば、こう、会社があって、こうリのき、リンゴの、リンゴね、リンゴ畑を作りましたと。で、リンゴになりましたと。リンゴいくつできたのか知らないけど、例えばこれでね、1年間に100万儲かりましたと。うん、例えば100、百万の利益が出て、そのうち経費が例えば50万、五十万かかりましたと。で、残り50万のうち税金が例えば20万かかって、ね、あの、残り30万ですと。うん。で、30万のうち、例えばね、 えまあこういうふうにですね、こういうふうに私たちは1年間このリンゴ畑を作って育てて、リンゴを一生懸命育てて、こういう、これだけ利益出しましたと。そういうのを決算としてちゃんと報告しなきゃいけないっていうのは決まってるわけですよね。うん。で、こういう決算が出せないと上場廃止とかになるじゃないですか。だから今東芝なんかもさ、なんか決算、 出せ、出せ、出す、出せないとかなんとか言って結構なんか揉めたりしてますけど、ね、監査法人と意見が対立して、んだらかんちゃら。監査法人っていうのはさ、要するにね、会社がいい加減な決算、決算書類とか作らないように、ちゃんとそのチェックする人たちですよね。だから、上場企業、あの、なんていうのかな、東京証券取引所とかでしょあの、取引されてる株の会社っていうのは、 それだけ厳しい制約のもとでやってるわけですよ。自分たちがどれだけ利益出したかっていうのをちゃんと決算出しなさいと。決算ね。決算書をちゃんと作りなさいと。で、その決算書類もちゃんとね、監査法人っていうのがいて、ちゃんとこれチェックするんですよ。これ大丈夫かなってね、これ間違ってないかなってチェックして、OK ですってならないと、あの、出せないんですよね。で、その決算を元にこう株主総会ちゃんと開いて、 株主たち集めて、その人、株主たちの前で、え、我々はね、一年間、あの、これ、一生懸命仕事して、これだけ利益出しましたと。こうなって、こうなって、これからこういうことやるつもりなんです、みたいなことを、ちゃんと説明しなきゃいけませんよっていうことが、ちゃんと法律的に定められてるじゃないですか。で、例えば、その、残り3、え、例えば三0三十万利益出たら、例えば配当金でね、え、まあ、配当金いくらにするかっていうのはもう経営者の判断で、まあ、割とこの、なんていうのかな、その人の裁量で、 決められるみたいなとこあるんですけど、例えば半分配当金に回すんだったら15万ね。15万円を株主の数でね株株、株主の数っていうか株式の数ですね。あの、分配しましょうと。で、残りの15万円は、じゃあさらにね、あの、もっと畑たくさん作りたいと。今まではこの中で、えー、こういう、このくらいの大きさの中でこう、りんご畑作ってたけど、15万円使ってね、さらにこう、りんご畑広げれば、 こうやって広げればさ、さらにたくさんリンゴが作れるじゃないですか。で、リンゴ作ってさ、さらにリンゴをね、たくさん出荷していけばね、海外にもどんどん進出して、海外にね、日本のリンゴをどんどん売り出していけば、どんどん利益が上がるでしょそしたら、将来的には、皆さんにね、配当金としてお返しできる金額も増えるから。だから、私たちを信用してくださいねって株主総会で説明すると。うん、まあそういう感じでさ、その、 ちゃんと出資した人に対しては、ちゃんと説明しなきゃいけませんよ。総会を開いて説明しなきゃいけないし、ちゃんと決算出さなきゃいけませんっていう、ちゃんと法律的に、あのー、決まってるわけですよ。だから、あのー、あ、この会社、会社いいな、応援しようと思ったら、その株を買うこともできますけど、バリューにはそういう仕組みがないでしょ仕組みがないからいけないんだ。バリューの、 あの、システムの不備なんだってことを言いたいわけじゃなくて、あのー、そういうものなんだってことをね、バリューっていうシステムっていうのは、そういうものなんだってことをちゃんとね、自分の目でこうやってね、見て、これ人ですけど、ちゃんとこのバリューってどういうものなのかっていうのをちゃんとチェックして、それから自分のね、お金をね、100円だから知らないです。100円だから200円だかしませんけど、自分のお金を投入しなきゃいけないはずでしょ でもさ、今回ね、そのユーチューバーの人の株を買ったら暴落してしまって、ふざけんな、裏切るな、この野郎、インサイダーじゃないか、詐欺だ、詐欺だ、死ね、しね、責任取れなんてさ、騒いでる連中っていうのはあの、こういうリスクとか全然考えないで、投資、投資じゃない投機ですよねあの、お金をつぎ込んだわけですよね、要するにさ、こうなんか株価が上がってるから、うん。 あ、なんか人気がどんどん出てるからっていう理由だけで買ったっていうだけじゃないですか。そうでしょだってさ、ちゃんと、このバリューっていうシステムをね、バリューってどういうものなのかと。バリューというのは、その、個人が模擬し株式を発行して、その人に出資できる、その人にお金をね、その提供できるサービスなんだと。株主たちに株主優待を配ってもいいし、配らなくてもいい。てか、そもそも、 あの、自分の株をね、こうやって売り出すことによって、得た利益を別に自分のさ、仕事に使わなくてもいいわけですよね。別にその、自分の株式っていうバリューを発行して、株主たちに買ってもらうと。で、買って、例えばこれ1000万集まったとするじゃないですか。ねその1000万で何か事業をやらなくてもいいんですよね。別に1000万を、 別にその飲み食い、遊ぶために使って全部散財しちゃってもいいわけですよ。うん。それでもう何もお金ありません。皆さんから、皆さんに買ってもらったバリューの代金全部遊ぶために使っちゃいました。それでもいいんですよね。それでも、この人にやることだったら仕方ないよねって思って投資しなきゃいけないのがバリューでしょ。でもさ、そんなこと全く考えずに、人気が出てるから、株価が上がってるから、 今買って、さらに上がるだろうから、後で売れば儲かるんじゃないのみたいな単純思考で、買って、ああ、と思ったら、こう、ダーンと暴落して、ピー,ピー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 、文句言ってるっていう、それだけのことですよね。だからさ、私は、あのー、こうやってね、暴落して、文句言ってる、騒いでる連中の方が悪質だと思いますよ。だって自分ではさ、このバリューの本質っていうのを見極めずに、 みんなが買ってるから、人気が出てるからっていう由理由で買っておいて、みんなで大損してしまったじゃないか。みんなが買ってるから僕も買ったのに、みんなで大損しちゃったじゃないか。僕は、バリューのど、バリューというものがどういうものなのか、全く確かめずに、バリューにお金をつぎ込んでしまった。でも、それはみんながやってたからやったんだ。みんなが、その YouTuber の人の株を買っていたから、だから僕も買ったんだ。 みんなと同じことをしただけなんだ。でみんなと同じことをしていたら、バリューが暴落してしまって、応存してしまったんだ。だから責任取れってさ、そういうふうにしか聞こえないんですよね。うん。そもそもさ、あのー、株式投資とかの用語で、投資は自己責任っていう言葉があるじゃないですか。まあ自己責任っていうのは、いろんな場面で使われる、まあ投資に限らずいろんな人生の、 世の中のいろんな場面で使われると思うんですけど、なんかさ、日本人,で日本人のなんか自己責任っていう言葉ってさ、みんなと違うことするんだったら自己責任だぞっていう意味合いで使うことが多いような気がするんですよ。あのさ、スタジオジブリの耳をすませばっていう作品があるんですけど、あの耳を澄ませばね、耳を。まあ、1995年に公開された作品なんですけど、 耳を澄ませばの中で、あの主人公の雫のあのお父さんが、まあ雫に対して、人と違う生き方はそれだにしんどいぞ。何が起こっても誰のせいにもできないからね。って、まあそういう説教をするっていうシーンがあるんですけど、人と同じことやってたら、人の責任できるんでしょうかね。 いやみんなと同じことやってても、みんなと違うことやってても、だから自分がいてね、自分がいてで、こう、道があってですね、あのー、他の大勢の人が全部左の方行ってると。うん。自分以外の人、すべての人が左行って、左の方がどんどん左の道が渋滞してるときに、じゃあ自分は右行くよって、右の道進もうと、左の道進もうと、別にその道がね、 いきなり崖、崖でこうガーって落ちちゃったとしたら、別に右の道選ぼうと左の道選ぼうと、別に他の人のせいにはできないでしょだって、だって、この人たちに引っ張ら、この人たちがさ、あの、無理やり縄でね、自分を引っ張っていったわけじゃないじゃないですか。ね自分の判断でみんなについていっちゃっただけじゃないですか。み、自分の判断でみんなとは違う道を、右の道を選んだだけであって、どっちの道選ぼうと自己責任ですよ うん。ニートになろうと、会社員になろうと、公務員になろうと、野球選手になろうと、画家になろうと、音楽家になろうと、YouTuber になろうと、ねどんな道ある、選んだって、自己責任じゃないんですかそうですよね。だけどさ、あのー、どうも日本人っていうのは、自分で自分の道を選ぶってことが苦手なんですね。じゃあ苦手なときどうするかっていうと、 いや、多数が選ぶ道なら安全なんじゃないのって勝手に判断してね。実際にはね、例えばね、こう地図を見て、こう地図があってね。うん、まあこういう風に道があってさ。まあ例えば自分が自動車運転してるとするじゃないですか。で、こう運転してて、うん、分かれ道があったと。で、うん、まあその、左の道は、 なんか、バイパスだと。<laughs> バイパスだと。最近できたバイパスですよ。で、右は急道ね。うん。で、別に自分はどっち選んでもいいなって思った時に、その、いや、周りの車とか見てると、なんか全員バイパスの方にどんどん吸い寄せられてると。だから自分はまあバイパスの方が無難だって言って勝手にバイパス行った結果として、でもたくさんさ、あの、自動車がこう詰まってるからさ、もう大渋滞起こしてさ、 あの、おつまりしちゃって、それで、例えばその約束の時間に遅れてたと、遅れちゃったとしても、この、なんていうのこいつらのせいにできるんですかいやいやいや、他の奴らが全員こうバイパスの方にどん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 流れ込んでるから僕はこっちに行っちゃったんだと。釣られちゃっただけなんだと。だから僕は何も悪くないと。うん。確かに約束の十時に間に合わなかったけど、こいつらが悪いんだと。このね、あの、自分の視界塞いでるこういうこ、この、この、なんていう、この、こいつらが悪いんだと。うん。 って言えるんですかって。いや、言えないでしょねねもしも、弓道の方がスカスカで、シーンとね、シンカーンとしてるんだったら、で、しかもこっちが大渋滞してるっていう状況がね、目に見えてるんだったら、急道の方、とゆっくりでも急道の方行った方がね、それが、ただ、なんていうのかな、どういう判断するか、どっちの道選ぶかっていうのは、 あの、自分でちゃんと決めなきゃいけないわけですよ。みんながバイパスの方を選んだからといって、みんなのせいにはできないでしょ遅刻したことをね。でちょっと考えてほしいんですけども、例えば私がバリューに参加して、自分の株を売り出したとするじゃないですか。でもね、その大物 YouTuber、有名 YouTuber ほど、あの知名度もないですから、その、これアルキビ人ね、アルキビ人。あの、まあ、私が発行する株は、そんな値段つかないわけですよ。もう、 一つ、百円とかね。うん。だけど、この株を買ってくれた人たちに対して、もしかしたら、今まで公開しなかった動画を公開するかもしれないよ、そういう株主優待をつけるかもしれないよ、っていうことを、まあ、ツイッターでつぶやきましたと。で、それを見て、お歩き人の未公開動画見てみたいなって <laughs> 思ってくれる人がいて、私の株を、例えば買った人がいるとするじゃないですか。たった一人。たった一人 あの、ね、あの、たった一人だけね、このように一人だけね、買ってくれる大切な株主様がいらっしゃったとするじゃないですか。おっと。だけど、一向にね、未公開、未公開動画を株主優待としてつける様子がないと。その時、この人はどうするんでしょうかおい、アルキビトふざけんなよって。俺は、お前のね、未公開動画が見たくてね、株を買ってやったんじゃないか。うん。 出資してやったんだよ。なんでさ、株主集体くれないんで、ふざけんなよって言って、ワンワン、ワンワン、ワンワン、ワ,ワンワンクレーム出してきますかねこれは詐欺じゃないか詐欺じゃないか詐欺じゃないかな、うんだなんだんってさ、徹底的に攻撃してきますか多分攻撃しないでしょうね。しないんですよ。多分この人は諦めると思います。それが日本人の平均的性質なんですよ。それは私、私のも、私の、 このバリューの値段がたったの100円で安いからじゃないんですよ。みんなが買ってないから自己責任だって諦めるんですよ。そうでしょどうせ。自分は、このアルキビトの株を買ったけど、でもそれはみんながね、買った買、みんながよく買ってるからじゃなくて、人気が出てるからでもなくて、自分の判断で買ったんだっていう気持ちがあるから、私が別に株主優待を発,表発行しなくても、 別に文句言わずに、まあ、しょうがないなって諦めるんですよ。でもね、これがもしも、みんながね、お、アルキビト株いいね、アルキビト株いいねって言って、大勢の人が一斉に買ってたら、あ、これだけの人たちが買ってるんだったら、間違いないよね、なんて言ってさ、自分はその、バリューの仕組みなんか全く知らずに買,買っちゃうわけですよ。で、買った結果、大損してしたら、お、なんだよ。 僕はみんなが買ってるから買ったのにって言って私に文句つけに来るでしょそれが日本人ってもんでしょ自分では何もね、バリューの本質ってものを判断せずにみんなが買ってるから人気があるからっていう理由で自分では全く判断しないっていうね、これを直さなきゃダメなんですよ。だから今回有名 YouTuber の人が バリューで騒動を起こしたみたいですけどその騒動によってねそのバリューの値段がこうダーンと暴落して大損した人を法律で救済してしまったらあやっぱり間違ってなかったよねみんなと同じように買ったのは間違ってなかったんだよねみんなと同じように買ってその人らみんなで我が言えば助けてくれるんだよね法律的にっていうさそういうさ悪霊を作っちゃうことになると思うんですよねうん みんなで買おうと、一人で買おうと、自己責任でしょそうでしょだって、あの、その有名 YouTuber の人も別にバリューのさ、ルールを破ったわけじゃないですもん。そういう、なんていうのかな、適当なインターネットサービスであるバリューを使って大儲けしただけであって、別に、この有名 YouTuber の人は、別に何の詐欺もしてないし、法律違反でもなんでもないでしょうん。だから、 そういうサービスなんだってことをちゃんと理解せずに、みんなが買ってるっていう理由で買って応存した人を、私は、あの、救う必要は全くないと思いますね。もうざマーとしか思わないですよで。そもそもさ、なんでさ、こういうバリューにさ、投資いや投資私は投資だとは思わないけれども、こんなさ、あの、何の法律的にも整備されてもないし、 もうこのバリューの発行者ね、この YouTube の人が、何をやってもね、何をやっても構いませんよみたいな、そんないい加減なところに自分の大切なお金をつぎ込んで、で、結果的に大損してピー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 騒いでるようなさ、なんでそういうふうにやっちゃうのかなってさ、なんでそんなハイリスクなことに手を出してしまうのかっていうのは、私には全く理解ができないわけじゃなくて、理解できるんですよ。 つまりさ、そうやって、なんかその YouTuber のバリューを買ってさ、応存して騒いでる人たちっていうのはさ、多分さ、このバリューとか、バリューと実際の株のさ、違いがわかんないんでしょうね。うん。あとなんか、為替とかね、あの、外国為替、まあ、FX とかね、まあ為替ですね。為替。まあこれ、為替っていうのはまあ、アメリカのドルとかさ、ヨーロッパのユーロとかね、まあ円とかね、日本の円とかそういうのを交換して、 あの、まあ、FX ですよ。この F、まあ、これ FX とか、FX と株とバリューの違いっていうのが分からないんでしょう。うん。FX にしろ株にしろバリューにしろ、なんか適当にこうやって値動きしてさ、安いところで買って高いところで売れば儲かるもんだぐらいでしか思ってないから、だからさ、だからなんか上がってる、あ、なんか上昇トレンドだっていうから買えばいいんじゃないのみたいに思っちゃうんだろうけど、 うんだ結局さ、日本人は投資が嫌いだって言いますよね。あの、アメリカとかヨーロッパ、欧米では、例えば、例えばね、自分が、あのー、銀行に100万円持ってたら、日本人はさ、100万円持ってたら、100万円全部銀行に預けるのが、まあ、常識じゃないですか。でも、アメリカ人だったら、100万円持ってたら、例えば、 30万円で株買ったりするらしいんですね。30万円で、なんか自分の好きなね、なんでもいいですよ、別に。あの、アマゾンでもアップルでもなんでもいいんですけど、自分の好きな株を買ったりとか、投資信託を買ったりとか、債券、まあ、債券とか国債を買ったりとか、そうやって自分でこう運用するんだってさ。で、残りの70万は銀行に預けておいて、あのー、なんか時に使うと。まあ、そうやって、この、 自分でね、この自分のお金の資産配分っていうのをちゃんと決めて、あの、まあ、なんていうの、お金を管理するのに、日本人っていうのは、なんか株とかよくわかんないし、なんか,なんかよくわかんないから、とりあえずみんなが銀行預金預けてるから、僕も銀行預金でいいんじゃないのなんかみんな、なんか赤い銀行行ってるから、ねまあ、とりあえず三菱 UFJ 銀行だったらいいんじゃないのみたいなさ、そんな程度でしょ、日本人の意識って。結局さ、自分の持ってるお金を、 自分がね、自分がこれ、なんかこういう巾着袋があってさ、たくさんお金持ってると、このお金をどう使うかってことを自分でちゃんと考えないんですよね。考えないで、とりあえずみんながね、家買ってるんだったら家自分も家買おうかなとかね、なんかみんなが保険、なんか保険,保険に入ってるんだったら自分も入ろうかなとかね。うん。で、家買ったけどあ、家買いましたと。 周り田舎,あの田舎だと山ばっかりだとでとりあえず田舎だからみんな自動車持ってるから自動車買いましょうとかね <laughs> あの別に学校も近くにあるし駅も近くにあるし、あのー、スーパーも近くにあるし公園もあるし病院もあるし、うん、田舎だけど結構いろんなもの揃ってるんだけどでもみんな自動車持ってるから田舎は車社会だからみんな車ないと生活できないっていうそれが通説だから常識だから。 だからとりあえずね、自分が自動車を必要とするかどうかっていうのを考えるまでもなく、とりあえずみんなが自動車いるって言ってるから自分も買おうと。で、やっぱりね、子供が生まれたら保険に入らなきゃいけないよねっていう風にみんなが言ってるから保険に入りましょうとで株。で、株株はダメ株はダメってお父さんお母さんに教わってきたから株はやめましょうとかさ。もう自分で何にも考えない癖っていうのは日本人にできちゃってんですよね。だから、いいですか そうやって自分で自分のお金を管理しないという癖がついているから、だから、その YouTuber のね、株価がどんどん上がってるっていうのを見ると、あ、みんなが買ってるんだから安心っていうふうに軽率に考えちゃうんですよ。それが大きな間違いだってことに、暴落してね、気づければいいんですよ。あ、そうか、バリューってのはそういうもんなんだと。 そうかそうか、自分はみんなが買ってる、人気があるからって言って買ってしまったけども、それはすごくリスクの高いってことだったんだと。あ、この YouTuber の人が何をしようと自由っていう、そういうサービスなんだって、この株価が暴落した後に気づいて、あ、そうか、自分はそんなハイリスクなことやってしまったんだなって気づいて反省できる人はまだいいですよ。でもさ、ピーピー騒いでる人は反省すらしてないんですよね。うん。 自分は何にも悪くないと。自分はみんなに乗っかって買ったんだから、何にも,何も悪くない。悪いのは、このみんなのね、みんなが買ってったってその流れを止めたやつが悪いんだと。もうこれね、もう救いようがないですよ。もうそういうやつはさ、もう一回なんかその、なんかさ、石ころ、例えばそういう人たちっていうのはさ、もうみんなが買う、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 わーって人気が出れば何でも買うんでしょもう私がさ、 これは素晴らしい石ですよって言ってさ、そこら辺に落ちてる石をさ、100万円くらいで売,り売ってあげるからさ、あの、だから例えばね、私がね、まあ歩き人ね、えこれから商売や,るやろうと思うんですよ。何を売るか。うん、石ころ売ります。そこら辺に転がってる石ころ売ります。石ころなんて別に売れないでしょ。いや、売れる方法があるんですよ。 あのね、桜を雇うんですよ。<laughs> 桜をね、こう、まあ,エキスあの、桜ですね。桜をですね、もう大量に雇うんですね。雇って、こいつらに、あの、石ころ買わせるんですよ。買わせるっていうか、買う,買うふりをさせるんですよ。歩き人の石ください、くれ、石ください、消してくださいって言って、私のお店に押しかけて、次々とね、このただの何の変哲もない、ね、灰色の石を、もう10万円とかね、 もう20万円とかいう、大枚たいて、買ってもらうんですよ。うん。で、それを見て、あこのアルキビュートが売ってる石は、あのー、なんかすごい高値で売れてるなっていうのを見て、何にも知らない人がね、ひょこひょこやってきて、やってくるわけですよ。で、そこで私は、ああのー、ちょっと今ね、もう大人気でね、なかなかちょっとお売りできるものがないんですけど、まあでもこれだったらね、 この石、この石だったらね、まあ、ちょっとあの、高級品ではないんですけど、まあ、5万でね、お売りできますけど、どうでしょうって言うと、あみんなが10万円、20万円で買ってるものが、なんと5万円で買えるなんて幸せ者なんだろうって言って、こいつは、バカだね。バカはね。こいつバカだから、5万円で買うんですよ。うん。で、こいつらはただの桜だから、後でね、私が、この石をね、買い値で入り、入り戻して、ちょっとね、アルバイト代を渡して、 で、こいつらで、ね、こいつに5万円で石買わせて、いや、私何も悪いことしないでしょだって、別に私はこの石が、神秘の力を持ってるんですとかね。この石を持ってると幸運になれるんですとは言ってないでただのアンティーク品として売ってるだけでも。ただの石ころ石マニアのお店としてね。こうやってさ、えー、ある、こうい、石、石の店。<laughs> ただの石の店ね。うん。ただのコレクションとしての石のお店を作って、 ここで桜に対して石をね、10万円、20万円で売りつけ、売り、売買ってもらうと。で、ひょこひょこやってきた本当の客に5万円で石を売りつけて大儲けすると。別に悪いことしないですよね。だってこの人がさ、勝手にこの石に対して5万円出しただけなんだから。別に、あ、でもダメなのかな桜とか使って、なんかそういう商売ってなんか法律的に違反するのかな、まあ、別に実際やりませんよ、そういうことは。 実際にそういうことやるって言ってるわけじゃなくて、実際にやらないですよ。やらないけれども、でもさ、そういうことや、あーとととと、そういうことやると、ひょこひょこっとさ、5万円、1万円札5枚出しちゃうのが日本人でしょそうやってさ、痛い目見ないとわかんないでしょこういう日本人、バカな日本人どもは。ねえ。もう徹底的に痛い目見たらいいと思いますよ。あ、そうか。 みんなと同じことやっていても、自己責任だってことに早く気づかなきゃダメなんですよ。ね。みんなと同じことやってても、みんなと同じように東芝に入社しても、みんなと同じようにニートになってもフリーターになろうと、みんなが郵便局で働くって言うから自分も郵便局に働く、働いたとしても、あの、みんなが東京行くって言うから東京行こうとね、大阪行っても、何をやったって結局は自己責任なんだってことをね、ちゃんとね、日本人は気づくべきですよ。 そうすれば、自己責任なんだったら、ちゃんとね、こう、バリューがあったら、このバリューってものは、どういう、これ、どういう価値があるのかっていうのを、ちゃんとさ、目で、自分の目を見開いて、これ目ね、これ目。自分の目を見開いて、自分の目を見開いて、ちゃんとね、この、ものの価値ってものをちゃんとさ、あのー、 見るっていう癖ができると思うんですよね。それがね、できないから今回みたいな放送動が起きるんですよ。だからさっき日本人は投資が嫌いっていう話をしましたけど、日本人ってさ、もう100万円持ってようと1000万円持ってようと1億円持ってようと、もう全部銀行に預けたがるじゃないですか。株を買って運用しようとかね、国債を買おうとか、 あのー、例えばアメリカのドルを買っておこうとか、投資信託に投資してみようとか、そういうこと全く考えない人ばかりですよね。それって、リスクが嫌いだからなんだと。安全思考なん、安全思考、安定思考なんだって言われるかもしれませんけど、いや、違うんですよ。だってさ、株や債権や投資信託は買わないくせに、宝くじとかさ、あのさ、宝くじってさ、うん かそこの駅前とかにさ、こうさ、宝くじ売り場とかあるじゃないですか。なんかこう小さなさ、箱みたいな売り場があってさ、おばさんがこういてさ、なんかちっちゃな箱の中でなんかうちまちも宝くじ売ってますけど、なんかさ、年末ジャンボ何億円とかいうさ、コマーシャルが流れるとさ、もうおばさんたちがさ、こぞってさ、宝くじ売り場にこう並んでさ、何やってんのかなって思いますけどね。だって宝くじなんてさ、だって宝くじって確かその、 だって、宝くじを例えばね、100円で買ったら、平均的に得られる賞金の額って50円くらいしかないわけでしょね FX のがまだマシな投資ですよね。FX だったらさ、100円投資すれば、まあ、99円ぐらいは平均的に、まあ、回収できるわけですよ。まあ、99.5円ぐらいかなわかんないけど。いや、だから例えばね、ちょっと投資してみようかな、資産運用してみようかなって思って、でもどうしようかな、 ちょっとあまりよくわかんないしって言ってさ、両親に相談するとするじゃないですか。そうするとさ、お父さんお母さん何て言いますもう大抵さ、やめときなさいって言うでしょそんな危ないことやめ,や,やめときなさいってね。そんなね、あの、飛んでいる、飛んで火にいる夏の虫じゃないけど、そんなね、ど素人が株の世界で勝てるわけないでしょとかさ、そんなね、プロでも厳しい、そんなね、世界に、そういうのはちょっと危ないからやめた方がいいよって。 まあ、言いますよね。うん。だけどさ、そんなこと言うお母さんが、ニコニコしながら宝くじ買ったりしますよね。お父さんも競馬競馬とか競艇とか競輪とかやったりしますよね。なんでなんでなんでしょうね、うん。結局さ、宝くじ、宝くじは損だって分かってはいるんだけど、でもみんなが買ってんだから。 宝くじなんてみんな買ってんじゃん。もう駅前におばさんたちたくさん並んでんじゃんっていうのを見ると、いや、宝くじは損だっていうのね、宝くじなんかに宝はないよってこと分かってはいるんだけど、それでも、みんなが買ってんだからまあいいかなって言って、警戒心が薄れちゃうんですよね。まあ要するに自分で考えることを放棄してるわけですよ。ね。だって、だって例えば株式投資しようと思ったらさ、うん 上場している株、会社の数っていくつあるんですかいくつあるんでしょうかね。まあ、よく知らないんですけど、代表的な,な、いわゆる日経平均株価に採用されている会社の、日本を代表する会社の数だけでも225社ですよね、確か。日経平均って確か225社の平均だと思うんで、日本を代表する株の中から選んだとしても225通りあるわけですから、この中から自分が一番、 いいと思う会社を選ばなきゃいけないって言ったらさ、もう完全に自分でそのね、なんか本屋さんで四季法とか買ってきて、この会社はどうだ、ああ、そんなことさ、でもそれこそもうさ、自分で判断するのが嫌いな日本人にはできないですよね。だって自分では判断したくないんだもん。みんなに判断してもらいたいんだもん。みんなの意思が私の意思だから、それが日本人だからね。まあみんな今日ってやつですよ。まあ基本的に前から言ってるんですけど、日本人っていうのは、 あの、日本の国民宗教っていうのはみんな教なんですね。みんな教っていうのは日本,日本の国民宗教なんですけど、みんな教っていうのは自分の考、自分で自分のことを判断しちゃダメなんですよ。つまり、みんなが、えー、みんながね、選ぶところに、あみんながね、進んでいく道に自分も私もついていかせ、つ、ついていきますっていうのがみんな教なんですね。で、みんな教っていうのは、その、みんなについていくわけだから、これで失敗したとしても、なんか、 まあだから失敗してもこいつら全員で失敗するわけですよ。そうするとその傷を舐め合うことができるので、なんとなく気が紛れるみたいな、そういうところありますよね。だから、みんなで失敗すれば怖くないよね、みたいな感じで、みんな今日っていうのは非常にこう日本では人気があるんですけど、みんな今日信じてようと、自分今日信じてようと、あの、<laughs> 損することは損するわけですよ。だから、ちゃんと自分で判断して、あの、別に株を買うなり、債権買うなり、バリュー買うなり、 FX やるなり何でもいいんですけども、あの、自分の目でね、そのものの価値っていうのを、もう、市場評価とかみんなの評価とか関係なく、ちゃんとね、例えばここに、例えばその、なんだろうな、えー、例えば、あ、ちょっと待って。まあ、例えばさ、ここに、えー、ま、パナソニック、パナソニック、パナソニック株っていうのがあったとしたら、 みんながこのパナソニック株をどう評価してるかってことじゃなくて、ちゃんとさ、自分の目でね、自分の目で、このパナソニックっていう会社はどうなのかとで、パナソニック株を買うとどういう利益があるのかってことを、ちゃんと自分の目で見て、判断しなきゃいけないんですよ。多分多くの人は、てかほとんどの日本人は、例えば株だったら、その株価っていうのは上がったり下がったりするもんだと。だから、 安い時に買って、高くなったら売れば儲かるじゃないかと。そうやって、自分が買った株を誰かに転売することで利益を出す。それが株式投資なんだって思ってるでしょでもさ、なんで株の値段上がるんですかなんで株の値段上がるの人気が出るから。いや、なんで人気が出るのなんで人気が出るんですか会社の、会社が調子いいから会社の業績がいいから なんで、会社の業績がいいとなんで人気が出るんですかそれは、会社が業績良ければ、配当金がたくさんもらえるからじゃないですか。たくさん配当金がもらえるし、将来にわたっても、会社が存続して、半永久的に配当金を払い続けてくれるだろうっていう期待が持てるから、株の値段が上がって、あのー、 株の値段が上がるから、安い時に買って高い時に売ることもできるだけであって、その株の本質っていうのは、その会社が利益を出したらそれを還元してくれるってところにあるわけでしょそうでしょうね。最初っから株価の値動きっていうなんかこういうなんかグラフみたいなのがあって、そこになんかみんなが乗っかってさ、安い時に買え、高い時に売れ、わーってやってるわけじゃないでしょね。ちゃんと会社が利益を 分け分けてくれるっていう裏付けがあるから株に人気が出て、その結果として株価が上がることもあるよっていうだけのことであって、なんかさ、なんかこう,う、その株っていうものの本質的な価値っていうものをちゃんと考えればそういう当たり前のね、投資ができるはずなんだけれども、それができないから何の裏付けもない、その株主に対して還元してくれる 約束もないし、何の裏付けもないようなバリューとかにお金つぎ込んで、暴落して大騒ぎっていう、それがね、もうバカな日本人の典型なんですよ。もう日本人はね、そういうところ直さないとね、ダメですね。うん。だから私は、前も話しましたけど、株っていうかさ、あの、ETF とかね、ETF とか、あの、リートっていうものが好き、まあこういうものにまあ投資をしているんですけども、 あの、まあ、この ETF って結構好きなんですよ。で、ETF って何かっていうと、この、まあ、ETF ってのは投資信託の一種なんですけど、その ETF、まあ、ETF を運用してる会社があって、運用してる会社があって、まあ、その、まあ、たくさんこの ETF っていう、この投資信託をこう発行するわけですよ。で、これを、ま、投資家が買うわけなんですけど、その、なんていうのかな。この ETF を運用してる会社が、まあ、株とか、 ええー、まあ、ていうのかな。債券とかね。債券とか、ちょっと、あの、時期汚いですけど、あと、それからまあ、ああ、それからまあ、不動産とかね。不動産とか、いろんなものに投資をするんですよ。で、その投資をして、その分散投資したものを小分けにしたものが、この ETF っていう投資信託なんですけど、この投資信託を持ってる人に対して、 この ETF を運用している会社が、この不動産や株や債券に投資した結果として、だから、不動産を持っていれば、例えば、賃貸住宅を持っていれば、えその賃料が入ってくるじゃないですか。株を持っていれば配当金が入ってきますよね。債権を持っていれば利子がもらえます。そういう感じで、この、これらの資産から得られるお金っていうものを、この ETF を買った人に対して分配する。このね、あの、まあ、 信託報酬って言って、これを運用するための諸費用っていうのはちゃんと設定されてるんですけど、その諸費用を除いた分を全額投資家に分配しなきゃいけませんよってことがちゃんと法律で決まってるんですよ。だから、この ETF ってものを買っておけば、この不動産、株、債券から得られる配当金や賃料や利子なんかが間違いなく分配されますよねっていう、その法律的な裏付けがあるから、だから ETF に安心して投資できますよねっていうことなんですよ。 私は決して、そのね、あの、ETF 自体の市場価格がこうやって上がってね、こうやって上がってるから、ああ、じゃあ買っちゃい後で売っちゃう売ろうっていう目論見みで ETF に投資をしてるわけじゃないんですよ。ちゃんと ET F を ETF をも ETF 買うことによって、分配金がちゃんとね、もらえるよねっていう裏付けがあるから買ってるんですよね。だから逆に言えば、あの、例えば証券会社とかでね、ETF 買ったりすると、あの、まあ、 ETF 買いましたと。で、あなたは ETF を1万円で買いましたと。うん。だけど、あのー、1万円で買ったんだけど、今この ETF 自体は市場で9000円で取引されてます。つまり今市場でこの ETF を売,売却した場合、1000円あの損してしまいますよっていう、まあそういう表示が出てるんですよ、うん。今市場で売ったら結果的に1000円損する状態のことを、まあ1000円の含み損っていうんですよ。 うん、あのー、逆に今、市場で売ったら、だから、今、市場では1万1000円で取引されてるとしたら、1万円で買ったものを市場で今、1万1000円で売ったら、プラス1000円、まあ、結果的に1000円お金が増えるじゃないですか、これを1000円の含み益っていうんですけども、私は含み益とか含み損なんかどうでもいいと思ってますから、今、この ETF が市場でどんな値動き、あのどんな値段で取引されてるかなんて関係ないですから。 どうでもいい本当どうでもいいですよだからこれ、だから、マイナス50%の含み損になろうと関係ないですから。私は分配金、この ETF を買うことによって、あの、ちょっと話、ちょっと戻しますけども、こういうね、会社がありましたと。運用会社があるんですよ。これ ETF の運用会社ね。この ETF の運用会社が、投資している株とか債権とか不動産不動産とか債権とか、 株に投資することによって、ええー、まあ、ここからね、まあ、配当金、ええー、そして賃料が入ってくると。で、それが投資家に分配されると。この分配金がもらえるってことに対して私は投資してるわけですから、この、e、自分が持ってる ETF が、ETF がね、この自分の持ってる ETF をみんながどう評価するか、市場がどう評価するか、評価するかなんてどうでもいいですから。ほんとどうでもいい。はい、ほんとどうでもいい。 この株や債権や不動産からの賃料がさえ安定して入ってくれれば、この、どうでもいいですから。そういうつもりで私は、もう市場の値動きとか、あの、みんなが買ってるかとか、人気とか、も全く関係ないくお金使ってますからね。基本的に、うん、そうですよ。これは別に投資とかお金、あの、投資に限らず、家電でもそうですよ。家電ね。例えば冷蔵庫買うとするじゃないですか。 で、例えば、冷蔵庫、例えば、まあ、自分家は、あのー、家族二人だと。で、うーん、あんまりたくさん食べないと。たくさん食べないと。たくさん食べないし、そんなに保存するものいらないなって。だって、それでしかも、あの、冷凍庫もあんまり必要ないかなとか思って、じゃあ、例えば、あの、冷蔵庫だけで、てか、 消費電力が少なくて、家族二人で、そんなたくさん食べない人ばかりで、そういうの、そういうのにおすすめの冷蔵庫ありませんかってさ、家電量販店でね、店員さんに聞いたりするとね、そうですか今売れ筋はこの商品ですとかさ、皆さんこれ買っていかれてますこれをね、皆さんを買い求めになってますって説明してくる人がいるんですけど、そういうの聞くとね、私はね、すごい嫌な気持ちなんですよ。あのさ、 今の売れ筋聞いてんじゃないんだよと。今一番売れてる商品、みんなが買ってる商品を欲しいって言ってるわけじゃないんですよ。ね。自分家は二人家族で、少食で冷凍庫いらないと。電気代が欲しいから消費電力が少ないね。コスト、えー、ランニングコストの安いも冷蔵庫が欲しいっでそういう商品ありませんかっていうことで、家電量販店の店員さんに、 その家電のプロとしてね、意見を聞いてるのに、皆さん買ってかれてますとか言われるとさ、いや、皆さんは関係ねえつの。日本人の多くは、皆さんこれ買ってかれてますって言われると、あ、みんなが買ってるんだからこの冷蔵庫選んどこうってね、みんなが買ってる冷蔵庫だったらいいよねって言うんだろうけれども、でも私はそうじゃなくて、別に人気なんかどうでもいいの。自分の家に一番ぴったりのものが欲しいのであって、 あと、それからいい例が、駅弁ですよね。まあ、駅弁っていうのは、まあ、駅で売られてるお弁当なんですけど、あのー、まあ、こうやってね、こう線路があってさ、まあ、電車が走ってるとこうやってね、うん、特急電車が走ってると。あのーで、駅前にはこうやってスーパーとかあるんですよ、こうやってね。あのー、例えばこう、声優、声優とかね、声優とか、声優とかね、 あのー、イオンとかさ、あるわけですよ。で、あの、声優でお弁当を作っても、これ例えばこの、まあこのね、いろんな、なんかじゃがいもとかハンバーグとかいろいろ入ってて、まあこれ声優で400円で売られてると。で、同じような内容のもので、が、駅弁ですって言って売り出すと、1000円でも売れちゃうんですよね。ほとんど同じようなものなのに、声優とかイオンでは、 400円ぐらいで売られてるようなものってか、駅弁にしちゃうと、もう1000円とかさ、そういう値段でも売れちゃうわけですよ。これってさ、なんでなんでしょうね。やっぱりさ、駅弁、駅弁なんだこれは駅弁なんだっていうさ、そのブランドに対して人々が、あ、駅弁なんだったら、あの、普通のお弁当よりも高くてもなんとなく美味しそうだよね。なんか、なんか旅情あるよねって。 かあのそういう評価をして、駅弁だったら買うよっていう、そういう人がいるからですよね。うん。こういう、なんていうのかな。駅弁なんだっていうブランドに対して、お金を出す人がいる、いると。うん。でもさ、そのみんな今日の人っていうのは、あ、みんなが駅弁買ってる、駅弁1000円でも買ってるんだったら自分も買っちゃおうってなるわけですよね。みんながこの駅弁ってものを1000円で評価してるんだったら、 だったらこれは正の価値があるんだから自分も1000円札1枚ペラッと出してさ買っとっていいじゃないって思うわけですよでもさそれって損じゃありませんだってさ物といものは駅弁のこの正の駅弁だって声油で売られてる400円のお弁当もイオンで売られてる400円のお弁当もほとんど同じものなんですよね同じものなのにみんなが評価してるってことに対して600円もののね あのー、追加料金を払うわけですよ。この600円って何ですかこれ。うん。ちょっと、あのさ、駅弁の、駅弁ってありますよね。あの、駅弁の、まあ、材料費材料費とか、まあ、原価ですよね。あの、人件費とかも、えー、含めた、あ原価。んあれ、なんか字が <laughs> よくわかんないの。あれあれ価格か。原価があって、 あの、通常だったらさ、利益このぐらいしか載せないわけですよ、スーパーだったら。スーパーだったら、こう400円でね。スーパーだったらこのくらいの値段で売るものを、駅弁だっていう理由でこんな値段にしちゃうわけじゃないですか。この600円何なんですか、これ。これ何なの、これ。これって、あの、みんなの、 なんていうのかなみんなの、みんなの評価評、評価プレミアムですよね。あの、声優だったらさ、みんなの、皆様のおすすみつきっていうなんかさ、ちょっと変な名前の,あのじ、あの、なんだろう、プライベート、プライベートブランド商品あるじゃないですか。イオンだったらトップバリューとかね。セブンアイ、イトヨーカドーだったらセブンプレミアムとかね、あるじゃないですか。ああいう風にこのプライベートブランドってありますけど、この駅弁のこの上の成分っていうのは、 みんなの評価プレミアムっていうものでしょこのみんなの評価プレミアムにお金出すのって無駄じゃないですかってことが言いたいわけですよ。だってこの600円って自分で評価したものじゃないもん。みんなの評価だもん。みんながこれに評価したものを自分は評価しているかどうかわかんないのに上乗せしてお支払いするのってさ、なんかすごく損だなって思うんですけどね。ただですね、こうやって駅弁を買う人を 批判してるのかって言ったら、別にそういうつもりではなくて、駅弁1000円でも買うんだと。僕は1000円でも駅弁食べたいっていう人は、それはそれでいいと思いますし、あの、そういう人って必要なんですよね。だってさ、あの、例えばね、さっき石ころを話しましたけど、例えば、まあ石があって、うん、まあ石があったとするじゃないですか。こ 道端に落ちてるだけでは、石には何の価値もないと思うんですけど、例えば誰かが拾って、おこれは素晴らしい石なのではないかって言って、なんかね、ここに例えば絵の具でなんか色をつけたりとかして、こうやってなんかこう、まあアート作品を作ったとするじゃないですか。で、アート作品を作って、ここにね、10万円の値段をつけてお、おこれは10万円の価値があるって認めてくれる人がいて、よしこの人の、 作品、10万円で買うって言って、売買契約が成立すれば、その、なんていうのかな、10万円の新たな価値が、この世の中に新たに生まれるってことですよね。あの、元はといえば、元はといえばね、こうやって道があってさ、道があって、道歩いててさ、テクテク歩いてて、落ちた石なんですよ。この石には、何の価値もないでしょ何の価値のないものが、このね、 芸術家が加工することによって、新たな10万円の価値を生むわけですよ。これってさ、すごいいい,い,いことだと思いません、ね、だって、なんていうのかなあの、世の中のさ、ものの、なんていうのなんていうの価値が上がるっていうかさ、あのー、なんていうのかなどんどんその、なんていうのなんていうのその、彩り豊かになるっていうか、豊かになるというか、あのー、まあその、ね、あのー、 物の、えー、世の中に出回ってる物の値段が、物の価値がどんどん上がっていくわけですから、まあ要するにこの、まあ豊かになるってことでもあるんですよね。だから、決してその駅弁とかね、そういうブランドってものを決して否定するものではないんだけれども、だけど、ちゃんとさ、その、みんなはね、みんなはこの石ころね、なんだこいつ、このただの石ころじゃねえかって評価していても、自分はこの人の作品素晴らしいって言って10万円で、 10万円の価値があると思うんであれば10万円で買えばいいと思うしっていうね、まあ、そういうふうにこう自分で判断した方がいいんじゃないかなって思うというわけなんですよ。まあ、結局何が言いたいかっていうと、そのまあ、市場評価っていうのがあってですね、まあ、多数派の評価と言ってもいいんですけど、市場評価で大体そのものの値段って決まるじゃないですか。だけど市場評価とは別に、自分の評価っていうのがあるわけですよ。 あの、市場評価と自分の評価っていうのは、あの、ずれていった方がいいんですよ。あ、ま、ある程度ずれているといいと思うんですね。で、これは以前、ちょっと別の動画でもお話ししたんですけども、世の中にはいろんなものが売られてるじゃないですか。例えば、りんごだとか、あとは、ま、人参だとか、それから、あと、ま、<laughs> 覚醒剤とかね。 覚醒剤とか、あとそれから、まあ学校とかね、あの、まあ、まあ東京大学ですね、東京大学。東京大学に入るっていうものの価値だとかね。まあいろんなものが売られてる、いろんなものがあると思うんですけど、例えばですよ、市場評価、みんなの評価では、りんごが100円で、大根が200円だとするじゃないですか。 うん。で、例えば自分が、あのー、300円持ってると。自分は、もうこれ自分ね。自分が、買い物に行くときに300円持ってると。で、300円持ってて、300円持っていれば、例えばリンゴ1個と大根を1つ買えるわけですけども。だけど、自分は、このリンゴって、あの、100円って安すぎるんじゃないかと。 これ、あの、自分が値段つけるんだったら200円くらいの価値になるなって思ってたとしますよね。でも、大根は、うん大根はこれ、これ、50円ぐらいの価値しかないんじゃないかなって。まあ、この人はね、甘いものが、甘いものが好きだから、その、リンゴに関しては、一つ200円ぐらいに評価してると。でも、大根は別に甘くもないから、 まあね、いろんな料理に使いますけども、でも50円ぐらいかなって思ってたとしたら、でも300円で、このリンゴを3つ買えばですよ。リンゴを3つ買えばいいわけですよ。そしたら、その、なんていうのかな。この人にとってリンゴっていうのは200円の価値があるんだから、要するに300円で600円を買うことはできるわけですよね。300円のお金で600円の価値を買うことはできるわけですよ。 だけどさ、ちょっと、消しますけど、だけど、えここにね、普通の人がいます。これ普通の人ね。さっきと違って普通の、これはね、もう常識人、もうみんな教信者で、みんな教信者で常識人ね。え常識人。常識人なので、え市場評価こそ私の評価ですので、リンゴが100円で売られてれば、これ相場なんですよ。 リンゴ1個100円が相場で、大根1本200円が相場で、もうこの価値だって思ってるんですよ。この価値だって思ってる人は、300円持ってても、300円以上の価値を買うことは絶対にできないんですよ。だって市場評価に依存してるわけだから、もう市場のこの相場以上の買い物は絶対にできないんですよね。絶対できないんですよ。だけど、さっきの人は、ちょっと戻りますけども、これ、変人なんですよ、これ。 これ変人なんですよ。ニコニコし。この変人、変人ちゃんは、あの、みんなはリンゴ100円ぐらいの価値しかないよね。大根は1本200円ぐらいの価値あるよねって思ってんだけど、この変人、変な人だから、リンゴは1個200円ぐらい価値あると思ってんですよ。大根は逆に50円ぐらいしか価値ないと思ってんですよ。だったら、まあ、これがさ、市場評価とのズレですよね。これがね、自分評価と市場評価のズレなんですよ。このズレが大きいほど、この変人ちゃんは、 300円で、より多くの価値のあるものを買うことができるわけですよ。だもっと言っちゃえば、えー、例えば私はあの、まあ、バッタを食べましょうし、セミを食べよう、シーの実を拾って食べようっていう動画をやってますけども、この変人ちゃんがこうね、え歩、ー、いてたと。で、ここにね、このシーの木があって、こう、シーの実がたくさん落ちてるんですよ、ここに。うん。したら、 でも、ほとんどの人は C の実に対して全然価値を見出してないでしょ ?C の実って皆さん値段つけたらいくらですか多分0円ですよね。ただのどんぐりじゃないかと。0円なんですよ。まあ、せいぜい子供の遊び道具になるかなぐらいの程度で、まあ0円ですね。この0円のあるものを、変人ちゃんは、例えば1個10円くらいの価値はあるんじゃないかとね。うまい棒1本分くらいの価値はあるってみなしていれば、もう、みんなが0円って思ってるがゆえに、拾わないわけですよね。拾わないがゆえに、 ああ、もう、ただでいくらでもどん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 ね、十円玉を拾い集めてると同じことになるわけですよ。それは、みんながこのね、C の実1個を0円だって思ってるからこそ、この変人ちゃんは、十円玉をどんどん拾っていくがごとく C の実を拾って得することができるわけですね。だから、逆に言うと、逆にっていうかさ、もしここでさ、リンゴを落ちてたらどうしますあの、誰かの畑のものでもなくね、道端に、しん、なんていうのかな、新鮮なリンゴがたくさん落ちてたらさ、 いやいや、拾うでしょ、やっぱり。リンゴはやっぱりね、市場評価で、人と100円ぐらいの価値あるんじゃないのって思ってる人が多いから、なんかリンゴが落ちてたらさ、ちょっと怪しいなって思うかもしれませんけど、いや、拾いますよね、うん。拾われちゃうわけですよ。なんで拾われちゃうのいや、それはみんなが評価してるからですよ、うん。自分の評価と市場評価がずれてないがゆえに、 自分はなかなかかンゴを拾うチャンスが巡ってきませんねでも C の実だったらみんなの評価とずれてるがゆえにただでどんどん拾うことができるわけですよ。わかかりますかつまりみんなの評価に依存してしまえばしまうほど損をしてしまいますみんなの評価とずれていればずれているほど非常識で変人であれば変人であるほどこの世の中っていうのは得するようにできちゃってるんですよ。これはもうねお金のもう原理というかもうそういう風にできちゃってるんだと。 そういう世の中の仕組みなんだって思ってもらうしかないですね。だからもうちょっとね、ちょっと一つ例出しますと、あの、例えばさ、えー、まあ、例えば東京とかだとさ、あの、不動産広告でさ、まあ、東京じゃなくてもそうですけど、まる駅、まる駅徒こ5分とかさ、そういう不動産広告出てますよね。まる駅から歩いて5分のところにある家どうですかって、 出てますよねでもちろん、えー、徒歩ね、徒歩20分の家と、徒歩5分の家だと、まあ、そ<の>まあ徒歩5分の方が価値が高くなるわけですよ。どうしてかって言ったら、それはやっぱりなんだかんだ言って、多くの人はなんかあの電車に乗って通勤通学したりしてるし、やっぱり、 駅に近い方が生活に便利で、家としてね、土地として価値が高いだろうっていうふうに、みんながそう評価してるから。こういうことです。こうやってこう家があって、ここにこう駅があったらね、この駅があったら、駅に近い家の方が価値が高いんじゃないのってみんなが評価してるからこっちの方が値段高くなるでしょでも自分は通勤通学しないと。あのー、毎日会社に満員電車に乗って、地下冤罪の恐怖に怯えながら、 あの会社に行くような、そんなサラリーマンじゃないと。そういう生活じゃないっていう変人にとっては、この家とこの家って価値同じでしょ、別に。だって駅に近いってことは、何のメリ、なあの、なんていうのかな、価値を見いさないわけですから、こっちが例えばね3000万円、3000万円の家で、こっちが2000万円だと、そんなに差があるか分からないけど、2000万だとしたら、のこの1000円の差額っていうのはみんなの評価でしょあ1000あのこの差額1000万っていうのは、 みんなが、この駅に近いってことに対して1000万ぐらい価値が高いよねってみんなしてるから、この1000万の差額ができるわけですよね。でも、まあ、ここに変人ちゃんがいてですね、この変人ちゃんっていうのは、サラリーマンじゃない、毎日通勤通学とか電車に乗ったりしないから、駅から遠くても近くても価値同じなんですよ。で、そういう人にとっては、安い家を同じ価値として買うことができるから、得するじゃないですか。 得しますよね。得なんですよ。あと、それから、こうやって家があって、同じ形の家がもう一軒あるとするじゃないですか。だけど、形は同じなんですが、立地が違うんですね。片方の家は、あの、東京の、東京の、あの、中野区にあるんですよ。もう中野区って言ったらもう東京も都心も都心でもう大都市ですよ。で、 片方の家は、そうですね、例えば、ええー、まあ、例えば山梨県の、まあ、大月にあるとするじゃないですか。そうするとね、あのー、例えば賃貸住宅だとするじゃないですか。両方とも賃貸住宅で、だとすると、どっちの方が賃料高くなると思いますいや、それはもちろん東京中野区の方ですよね。 中野区の方がたくさんお店があるし、生活に便利ないろんな施設が揃ってるから、まあ、賃貸住宅のね、賃料も、家賃も高くなると思うんですけども、その、まあ、なんていうのかな。田舎の場合は、その、お店も遠いし、駅や病院や学校とかも遠いから、 まあ自動車がないと生活できませんねっていうのがもう一般常識というかもう常識っていうのももう,もう反論の余地がないこととして日本では捉えられてますよね。だから大月に住んでる人でまあ自動車持ってない人ってほとんどいないと思うんですけどもまあその自動車を持たなければ生活の背の字も成り立たないっていうのはもう大月ではもう常識だと思うんですよ。で、この自動車を維持するために まあちょっとね、自動車を維持するためにいくらかかるのか私はからないんですよ。だって両親ともに自動車持ってないし、運転免許も持ってないですし、私も同様に自動車とか持ってないですから、一生持つ気ないですけど、だからわからないんだけど、例えば、あのまあ、1ヶ月で2万円かかるとするじゃないですか、自動車維持するためにね。そしたら、でも東京都中野区は自動車、 持たない人多いわけですよ。自動車なんてなくたって別に、これでお店あるわけですから、東京の中野区では自動車を持たずに生活するのが常識だと。大月では自動車を持つのが常識だと。それがもう市場のもう当然のことだと。当然のこととして皆、あの、多くの方に受け入れられてる常識だとして、この中野区の家賃と大月市の家賃で、あの、最低でもさ、 2万円の差額なきゃおかしいと思いません、ね、例えば、東京と中野区の家賃が例えば10万円だとしたら、大月では最低あの、いくら高くても8万円以下でなければおかしいですよね。だって、中野区では10万円で生活できるけれども、大月ではそれにプラスして自動車がないと生活できないっていうのは市場評価なんだから、8万円にしないと、あの、入居者出ないですよね。 そこで東京の中野にある一軒家に住むのか、それとも山梨県大月市の一軒家に住むのかっていうのは、まあ、大月に住んでいたら自動車もないとね、生活できないよね、田舎だから車ないと生活できないよねと言って、最初からこの車ありの生活を選んで8万円の家に住むっていうふうに考えるんじゃなくて、つまりさ、あの、中野区で 生活する利便性がこのくらいだとして、その、大月で、自動車なしで生活する利便性が、自分にとってどのくらいなのかってことなんですよね。もしもさ、あの、なかなかとほとんど変わらなかったら、別にそこに自動車ってものがね、自動車をここにね、やったとしても、別にその、なんていうのかな。これなしでも、だって、なかなかと同じくらいの利便性確保できるんだったら、 別にいらないわけじゃないですか。あの、中野区よりもちょっと不便だとしても、その、なんていうのかな。なんていうのかな。中野区に追いつくために2万円、この、なんていうのかな。はたく価値があるのかっていうことを自分で考えれば、その、なんていうのかな。ちょっと話は複雑になってきてしまいましたけども、田舎だから車ないと生活できないよねって言って、最初から2万円の維持費かかることを想定するんじゃなくて、その、 いや、僕は、田舎だけど、車なくても、全然、不便に感じないと。みんなはね、車ないとやっていけないって言うけど、いや、僕はそうは思わない。全然、全然減っちゃらだよっていう人にとっては、そういう人にとってはいいですか中野区で10万円の家賃で暮らすよりも、これ中野区ね。これ中野区10万円で、これ大月市で、えー、これ8万円ね。こっちで暮らせば、 車の維持費2万円いらないわけですよ。これいらない。だってこれ、これなくても、ああ、ちょっとちょ、っとちょっとちょっと。この、自動車がなくても、あの、別に不便感じない人にとっては、この8万円の家賃っていうのは安い買い物。だってこの8万円の家賃ってなんでか、なんで8万円で中野区より安いのかって言ったら、大月は自動車ないと生活できないよねっていうのは常識であるから、 その分は最低でも割り引かなければいけないよねってところの、その、なんていうのかな、その、市場評価の、その、なんていうの、割引額じゃないですか。でもそこの市場評価を自分は採用しないと。え自動車なくても不便さ感じませんへっちゃらですよっていう人は、こういう大月市で安い家賃で暮らすことができるわけですよ。普通の人はそこに2万円の,プラの車の維持費を プラスしなければ生活できないって言ってるんだけども、その非常評価とずれているこういう変人ちゃんは、自動車なくてね、自転車とか歩きだけでもへっちゃらでーすっていうね、そういうこう変なやつはですね、安いお買い物ができてしまうわけなんですよ。残念ながら。まあ変人は得をするっていう動画でも同じようなことを話したんで、繰り返しになっちゃってね、あのー、私の動画をね、くまなくご覧になってる方にはちょっとしつこいお話になってしまったかもしれませんけど、まあそういうことですよ。 ね。あの、市場評価と自分の評価はずれていた方が得なの。うん。それがね、残念ながらそれが事実。ね。そういうことです。だから、あれですよ、あの、皆さんにそのね、あの、みんな今日やめましょうってね、市場評価なんか無視しましょうってことを言いたいわけじゃないんですよ。皆さんは市場評価にどんどん乗っかってくればいいんですよ。市場評価、だ、だ,だってさ、ちょっと話消しますけど、 あの日本人は人気あるものに群がりたがりますよね。人気ないものは避けたがりますよね。そうすると、まあ、例えばね、こう、リンゴがあります。で、ここに、例えばリンゴがあって、これリンゴね。これリンゴがあって、これ梨だとするじゃないですか。えー、例えば今ね、今現在、えー、リンゴが100円で、梨が100円だとしますよね。だけど、どうやら、 なんか多くの人は、なんか梨が好きらしいと。リンゴは全然嫌いらしいと。そうすると、スーパーでは、梨を200円にするんですよね。リンゴを50円にするわけですよ。だから売れ残りは安くするってことですよね。うん。で、さらにね、だって日本人は人気のあるものにどんどん群がるんだから、これが加速していくわけですよ。これが加速して3、加速すればさ、これでこれこう30円になっちゃうわけですよ。こうやってどん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 ,どんね、人気のあるものは無駄に、 どん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 値段が高くなり、人気のないものはどんどん値段が下がるわけですよね。で、そうやってみんなが人気のあるものに群がり、不人気なものを避ければ避けるほど、この、なんていうか、値段がずれていく。すなわち自分、自分の評価ってのは固定されてるわけですから、この変、自分ね、自分の評価ってのは固定されてるわけですから、他の人が人気のものに群がれば群がる,だ群がるほど、自分の評価と、 市場評価っていうのは、どん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 ずれていくわけですよ。で、ずれて、ずれればずれるほど、自分は、お、安いじゃん、リンゴって言って、安いお買い物できると。そういうわけで皆さんね、市場評価に依存しましょう。みんな今日を信じ、そして、えー、私に安い、あの、お得なお買い物させてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。